シャーンドルベーグは、ハンガリー生まれのフランスのバイオリニスト。1960年代終わり頃からは指揮者としての活動も始めている。1912年5月17日、オーストリア・ハンガリー帝国第二の都市コロジュバールで出生。6歳からピアノを学び始めた。1924年、リスト音楽院に入学し、バイオリンを、イエネーフバイに作曲を、 コダー・イゾルターンに学んだ。1927年、リヒャルト・シュトラウスの曲を作曲者自身の指揮でソリストとして演奏してデビューした。同年、同音学院から不買賞とレメーニ賞を獲得し、1930年に同音学院を卒業。その後ソリストとして活動すると同時に、ハンガリー30相談を結成した。1935年、 ハンガリー死従相談を結成。当初、ベーグが第一バイオリンを務めていたが、2年後に、バルトークと親交のあったセイケイ、成形ゾルターンが同死従相談に加入すると、成形が第一バイオリンを務め、ベーグは第二バイオリンに回った。そしてベーグが在籍していた1936年、ハンガリー死従相談による、バルトーク、弦楽死従総局第5番の初演が行われた。 1940年、ハンガリーに残るべく、オランダに活動拠点を移すこととなった、ハンガリー市重相談を脱退。リスト音楽院の教授に就任するとともに、自身の名を冠した、ベーグ市重相談を結成して、活動を開始。1946年、ベーグ市重相談が、ジュネーブ国際音楽コンクールで、第1位を獲得。だがしばらくして、ベーグ自身とともに、 亡命のため、ハンガリーを去る。1970年代半ばまで、ベーグ市重相談は、コンサート活動を続け、ベーグ自身も、ソリストとして活動していた。ベーグは、1953年に、フランス国籍を取得。1952年、ベーグは、チェロ奏者、パブロ・カザルスから、カザルスが、スイスのツェルマットで開校していた、サマークラスに招待され、以後、 カザルスが主催していたプラド音楽祭に毎年参加するようになった。また、バーゼル音楽院、フライブルク音楽院、デュッセルドルフ音楽院、ザルツブルクモーツァルテウム音楽院において教鞭を取った。1962年、ベーグはチェルボ国際室内楽音楽祭を創設、また自らシャーンドルベーグ室内管弦楽団を立ち上げ、 1968年から1971年までの音楽祭の期間中タクトを取った。さらに1974年から1977年まではマールボロ祝祭還元楽団も指揮していた。1979年、モーツァルテウムカメラータアカデミカの指揮者となる。同楽団を指揮してのモーツァルトのディベルティメント及びセレナーデの録音で1989年の フランスディスク大賞を受賞した。ベーグはまた、レジオンドヌール勲章のシュバリエ賞、イギリスのオーリック大学とエクセーター大学の名誉職、ザルツブルクゴールドメダル、大英帝国勲章のコマンダー賞をも授与されている。1997年1月6日、オーストリアザルツブルクにほど近い、ドイツバイエルン州のフライラッシンクの病院で没した。ありがとうございます。